じゃあ5番目ですね。あの形としてはあのスピードスケートで左右に蹴り出すような動き、なんかエグザイルのね、あの上半身うねうね動かすようなそういうような動きに近いようなあの動きなんで、まあエグザイル運動だとかそんなの言ってるんですけども、これの目的っていうのはあの股関節の柔軟性、あと体の中のあの重心をなるべく中心に集めて動かせれるようにするためのエクササイズ、うん、股関節の粘りですね。はい、じゃあやっていきます。まずあの足幅、あの肩幅よりも倍 1.5 倍から倍ぐらい開いた状態、そのままで軽く腰を落とします。はい、で体の軸が今これまっすぐの軸があると思うんですけども、この軸をこうやって斜めにしないでまっすぐ片方側に乗せていきます。はい、そしてその状態からお尻を少し落とすという、でその時にこの股関節のここにシワが深く入るようなイメージ、で体は少し起こす、はい、お腹はへこます、はい、これぐらいまでやっているといいです。それを左右リズムよく、はい、いきます。はい、反対側、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 はい、OK。 そしてダメな動き、ちょっと注意をしなきゃいけない動きをやりましょう。はい、でもう一回、それじゃあ、うん、右側、こちらに体、この時にこの股関節、このつま先よりもこの股関節のこの外側が外側にこうやって流れてるようなの、これはダメなので気をつけてください。そしたらこのつま先よりもこの股関節の部分は内側ですね、大体これをイメージさせて、でこの状態であのここの鼠径部のシワをつるようにグッと入れる、はい、そうすると大体かっこいい形になるので、であの体の動きが軸がこのつま先よりにあるようなイメージ、はい、それをイメージしながらあのやっていきます。ちょっと小学生には難しいので、あの第三者的に誰か見てあげる、もしくは鏡の前でやるとやりやすいと思います。はい、 OK です。